本屋さん。今度ご新春頂戴。はい、おはようございます。おはようございます。SD ね、入れ替えてないんでね、時間があれなんですけど、ちょっと気になることがあるんですけど、はい、まあそんなに長くはね、うん、走らないで大丈夫かと思います。今ね、我々は鳥取県湯梨浜町にいまして、はい、まあね、会社が探してくれたお宿でね、はい、まあ、今日はお休みということで一泊してましてね、この後ね、この足で、岡山県津山市までこう向かうわけなんですけど、その途中でね、まあ、ちょいちょい今日はね、久々に寄れそうなので、うん、そうですね、寄っていこうかなと思います。はい。で、その SD の入れ替えもちょっとあるんで、うん、なんかちょっとコンビニとか、あ、なんかちょっとした駐車場があれば、はい、改めてね、お宿のおばちゃんに捕まる前に慌てて飛び出してきてるんでね。はい。ナビをセットし直して、SD もね、新しいのに入れて、行こうかなと思いますけど。はい。まあ、ちょっとした駐車場なり、まあ、道の駅でもいいんですけど、ひょっとしたら三郷道の駅が、こういうのあるかもしれない。あ、でもそこは投げ入れと言ったのかな。あ、ないか、ないか。230m が、そこが 230m 先に見えんの？いつもさ、それでさ、1個手前で曲がっちゃったりとかさ、やるけどさ、230m ってそこ？バカな？昨日のつ。バカでしょ？昨日のつ。まもなく、影井町2丁目を左方向です。ミササ温泉もちょっと行きてえな。左方向ですか。何やバカなの。どっか泊まれるところと思ってさ、ジブラルタ生命、ジブラルタ生命、ジブラルタ生命、天気に恵まれてますね。うん、ここは行ったら倉吉市の市街、うん、だから湯梨浜町と倉吉のもう本当境のところにある家だと思う。うん、コンビニが
あなた残高確認したいって言ってたから。あ、でもいいやつ。銀行かコンビニがいいのかな。ああ。ちょっとバスが止まってるのか。おばあちゃんみたいなこと言ってたよ。あ、好きやでいっか。ああ、だって私入んないとさ、今日は昨日と好きやか、うん、じゃあね、好きやで、朝ごはん朝で朝ごはんでも買ったじゃん、はい、SD の入れ替えとちょっと調査ですね、調べ物します、はい。はい、ということでね、倉吉市内のね、スキヤでちょっとナビを改めてセットし直しまして、はい、SD も入れ替えて、心も入れ替えて、はい、これから、水徳さんの三福寺、三仏寺、三仏寺、ね、行こうかな、なんて、行け行け行け、左だろう、行けよ、だって行けよ、どうせえっつうか判断だ。およそ600メートル先、武田橋東船を左方向です。画像撮ってえ、昨日写真送った方がいい。武田橋東船を左方向です。左方向です。
投げれといった後、オンバラダム。で、その後、トマタダム。あ、ダム2個行くの？GPS をサーチ中です。道の駅拾いつつね、だから三笹の道の駅多分そば通ると思うから、まあそば通ったらでいいんだけど、投げ入れ堂行った後に道の駅ってことかな、でその後にオンバラダム行って、その後、トマタダム、かな、ルート確認していくと。その、あれかな、オンバラダムの後にもまた、もう一本道の駅がある。普通、温泉。温泉入りたいよね。まあね。日中、俺って津山城、あ、そうだ、津山城行くの、まあ、そこはね、もう時間見ながら話しちゃった。このオンバラダムっていうのはダムカードはないんですよ、残念ながら。調べても調べても、ただそのバットレスダムを見てみて。ああ、そっか、そのそっか、そっか、オンバラがそのバットレスダム。バットレスダムってあの面白いから。ダムカードがないから行かないっていうんじゃなくて、やっぱり気になるダムはちょっとね見てみたいね。ダムカードがないっていうのがちょっとね痛いんだけど、個人的にはね、あったらなぁなんては思うんだけど、それはないんだからしょうがない。じゃあパンでも食べようかな。なんか美味しい、あ、それついてるけど大丈夫？ついた、あ、ついてる。いる？食べるおにぎり。いいよ、とりあえずついてからでいいよ。あ、そう。何なんだっけ。いや、ほらね、何のおめえだっけって言うじゃん。いや、大先輩に会いましたね。さぬきからこっち大先輩が多いですね。もうそうだね。言ったらね、鳥取の正規のね、方も、年は若いけど、大先輩でね。かなり。あの目玉の絵に飾ってたら分かってすれば。どこに？あのちょうど熊ってのフロントのところで。マジで？そう、あれと思ったら、でも鳥取だからかなってちょっと思ってさ。まあそりゃそうでしょ。そういうことかなって。まさしくその通り。わかんないけど、まあ完全に無料の露天風呂。ああ。で
もう一個の、なんだっけ、湯原温泉。うん、昨日、あと行ったとこだって、湯原温泉。こっちが、千人村みたいな。意外とこの辺、温泉があるんですね。羨ましい。そうだね。影の薄い剣と言いながら、いっぱい、あ、面白い。出てんじゃん、看板。いろいろで書いたのか。三仏寺の。あれ三仏あれ三徳さん。あれ、お寺の名前が三仏寺でいいんだっけ。初発ゲーム戦です。町の駅で泊まったやつの。
そうそうそう、あの赤字で置いてたとこそうだね、そうそうなんかちょっと街並みが多分、うん、でもあそこ良かったよね、うん、かわいいのこのほら動画をね、僕らの動画を見てる独身男性にとってもね、それが出会いのきっかけになるかもしれない。かわいいのって言って行ってみようかなって。あーそうだね、町の駅ゆす原のね宿のお姉さんかわいいって、お近くの方ぜひ。あそこ2つあるんだよね宿って。町の駅の方が、町の駅の宿の方が、そうそう、あのお手頃な値段で可愛い。道の駅の方にある宿は分かんないけど、多分ちょっとそっちの方が高い、うん、高いとか、まあね、ちゃんとしたプランの素泊まりプランではない感じの、直していっちゃうもんね。それがね、なんていうの、こういうほら、そういう大きい通りだけじゃなくて、こういう街とかっていうところもね、早い。寒く感じるよね。な
んか聞こえてきてさ、でもちょっと遠いですよねみたいなことをさ、なんて言ってたの、いや、笑ってただけだ。まだ言ってたのか、なんか似合うか。ゴールデンウィーク前には旦那さん帰ってくるみたいなこと言ってて、退院して、そうなんだね。ゴールデンウィークの忙しいタイミングだからちょっときついかなって、だからパートさん雇おうかなって考えてるって言って、集まんないようだったらシルバー人材にお願いしようかなって考えてるんです。まあ、言ったらね、そんなに経験がなくてもそうやることは掃除だからな。あとはベッドの作り方だけ教えておけば、あとはもう言ったら掃除だからな。基本的にやってほしいことだけ言っておけば、掃除の中でもね、ここどこどこって言っておけば、場合によってはね、ほら換気扇の掃除とかさ、そういうのがほら支配人だなっておばちゃんも言ってたじゃん。そういうのだって預けちゃっていいわ。でも、もう入り口になるわけですね。へぇ、鳥居を車でくぐるっていうことね。もしかして前の人もかもしれないね。かな、運転シートな感じだし。へぇ、あそこからもう感じざるを得ません。たくさん感じる。あ、まっ山陰地方ですね。でもスタッドレスのではない。入山が禁止されてて、ちょっとホッとしてる自分もいる。まあね、規制されててしゃあねえなっていうね、言い訳が立つっていう。禁止されてるんじゃね、それ入ってくのはちょっと人としてまずいよねって、そういう言い訳ができて。入れた時は、靴とかもらチェック入るじゃん。で、もし靴それがダメな時は、まあその通りか、いや販売もあるみたい、靴は。靴の販売もしてんだ。あるらしいよ。なんかその文句が書いてあって、そのいつも読んでるサイトで。なんか俺のニューバランスに、何ほら文句つけられて、高い靴買わされそうになったとかさ。俺の入山がね、規制が解除されたらね、ここに行く方はね、登山靴がだったらまず間違いなく大丈夫って書いてある。およそ300m スパイクとかついてるのがダメなんでしょ、つけちゃうから。その辺はね、ちゃんと確認。あ、もうまだ見、あ、でも見えてるのが300ね。お前のパンチついてる。取り付けてるし。つけた。まもなく目的地付近です。
あれもしかしてそこだった。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。あ、なんか第二駐車場って書いてあったそうだね。あら、あっちだね。じゃあどっかで切り返してくる。後ろから出ちゃってる。じゃあでもこっちも三徳さんなんとかと書いてあったね。あ、ピッてなってる。多分普段日だから大丈夫。来るもんですね。そうだね。やっぱり感じざるを得ない感じなのかな。ここ奥か。奥でしょ。どこに止めてもいい、いい感じなの。はい、ということでね、三徳さん、三福寺。三福寺か。三仏。三仏。三福寺、三仏。です。おにぎり食べていそうに。もうパンしか、うん。おにぎり食べんの？なんで？